今日はこれから子供の国に行きますから、先にパン屋さん寄りました。平日なので多分ね、向こうの出店がないということでパン屋さんです。道パンさん、ここがでかいパン、でかいパンあるんだって。日体大生向けのすごいパンがあるっていうのをコメント欄で聞きましたので、ここに寄ってから行きます。ここで食べたくなっちゃった。え、そこで食べてから行く。一口食べたい。ここでまず OK。 ここも絶対いい場所だもんね。ここで食べてみたい。そう、道パンっていうお店の買ったやつは、これかわいすぎる。それとサンドイッチも買ったよね。でもさ、ピクニック気分味わうためにさ行こうって言ったからさ、あの向こうの芝生のとこでも食べたいっていう気持ちでパパ買ったんだけども、まあサンドイッチは、食べて向こうで食べる。いただきます。いただきます。どうぞ。中にチョコレート入ってんだ。そりゃ美味しいに決まってんじゃんね。なんかそれ見てたらパパも食べたくなってきちゃったんだけど、え、今食べちゃう？一口あげる。ありがとう。プレーンの一口。おいしい。ありがとう。んとだ、ここちょっとクッキー生地っぽくなっててね、中チョコレートクリームだもんね。うん、絶対おいしいじゃんね、こんなのね。うん、しかもコアラだもんね。ちょうだい。はい、どうぞ。ただもう一口食べて大丈夫。こっち、これ日体大っていう体育大学の学生さんが満足できるようなサイズに作ったすごいパンなんだって。日体大メンチカツバーガーというモンスターバーガーでございます。いや、これはすごいボリューム。いただきます。うん、すんごいパンふわふわだよ。こっちも上のパンふわふわで、メンチカツ柔らかで、その下のキャベツの量も尋常じゃない。すんごいキャベツの量。カン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 。全部食べちゃった。全部食べちゃった。もしかしてもう子供の国行きたいモードですか。ただまだ序盤ですけれども、子供の国持ってって食べる。もう行く。あ、一口、あと一口。行こう行こう。ちょっとさ、そう、子供の日がね、閉まってたんだよね、今日に限って閉園だったから。せがこれ買っちゃったから、これできる場所を求めてちょっと大きめの公園に来てみましたよね。地面で乗っても済むもんじゃないんですよね。平らな場所で座っても無理なんですよね。そういう使い方じゃない。歩きづらいでしょ、絶対に。やりたくてしょうがないから探そう場所。せっかく持ってきたもんね。坂道でこれやってみよう。うん、もっと明らかな坂道があるから、そこでやっても無理ですよ。おいで。ちょっとこれはどこまで進んでも平面しかないですね。そろそろこれ出していいんじゃない。そろそろもう平面しかないから、もうしょうがない、出してやるしかないか。いやー、ちょっと待って。あー、また。あー、どうですか。サンドイッチ食べよう、ね、いただきます。ミッチパン、ミッチパン食べよう。ミッチパンね。はい、どうぞ。はい、どうぞ。うわ、やっぱモリモリだね。ピクニックやっぱいいね。外で食べるサンドイッチだよね。無言で食べて黙々と行くパターン、もうそんくらい美味しい。うん、あ、そう、日体大のやつの続きから行きます。食べる時なんですけど、帽子はちょっと日の光が強すぎてちょっとあれなんで、すいません、失礼します。今日は一応、お揃いっぽくなってます。娘の帽子です。はい。うん、これこれ。こっちも食べてみる。おいしい。これおいしいよね。あれ、もっと食べます。止まんなくなってんじゃん、やっぱり。ほんとおいしいよね、これね。食べ終わったらどうする。パパはどうしたいの。パパはね、今度お買い物に行きたいかな。 iPhone の保護フィルムが
すごい割れちゃってるから。いや、その前にすごいみたいのがあったんだ。何があったの？行ってからのお楽しみ。分かった。